それではお招きいたしましょう、吉川元弘選手、健康の登場です。そうですね、ちょっとこの場をお借りして、はい、前回完全優勝をちょっとね期待してくださったファンの方たくさんいたと思うんですけどね、すいませんでした。次がしっかり頑張りますので、まあ、レースですからいろんなことが起こりますからね、はいはい、ただね、競技部の選手として、まあ、前回、刺されはしましたけれどもね、ちょっと形状が変わりましたね、センターコール水面の言いましょうか、環境が今すごいスタンドが近くなってね、風の影響多分出てると思います。そうなんですよ、はい、実は今シリーズを走っている地元の選手も石マークが旧式のスタンド、古いスタンドが撤去されたその関係で風の吹き方が変わってきてるんですね。もう今までの長崎とちょっと水面情報が違いますね、はいはい、ですから他の外からの選手はいいんだよ、外からというか他の場からの選手はいいんですけど、地元の選手というのは吉川選手、このレースを走って何年ですか。23年目ぐらい。23年目、はい、となるともう染み付いてますよね、走り方。まあそうですけど、言い訳ですけど、言い訳ですよね。ですからその風に対処しながらこれからレースをしていただければ、まだまだ勉強しないといけないことがあるなと思いました。そうですか、はい、どんどん勉強を続けていただきたいと思いますけれども、はい、今年は、ね、平成最後の SE と令和最初の SE 連覇されて、お気持ち、ご気分いかがですか。どうでしょうね、実感がね、正直あんまり湧いてないというか、実感が湧いてない、はい、でも今1億突破してランキングトップ、はい、このままでね、順調にグランプリも勝って、あと SD1 つ2つぐらい勝つと、ね、2億5000から3億ぐらいの賞金が獲得できる。お金の話はねですよね、はい、ただし皆さん、今1億円稼ぎましたけれどもね、これ日本の国のおかしいところで1億円今獲得してるんですけれども、ね、全部が吉川選手のものじゃないです、ね、まあ税理士さんの方いらっしゃいますね。税理士さん、税務署関係の方いらっしゃいます、はい、節税のことちょっと教えてもらおうと。大変なんです。実際ご自身で、稼がれた今の状況で1億円ところが、吉川選手の手元に入るのに大体いくらぐらいですか。どうなんですかね、うちの嫁の方に任せてみたので全く見てないですね、はい、多分ね、半分ぐらいなんですよ。半分誰のものだと思います。ごめん奥さん、奥さんの吉川選手のもんじゃないですかね、一家で。違う、半分は日本国税金、国のものなんですよ。取られるんですかね。取られてるんですか。取られますか。確実にね、あげへんかったら文句言われます。あ、そうです。文句どころじゃないですからね。ということで、いろいろ、レイさんも大変なんですが、そのあたりも気にしてね、これから頑張っていただきたいと思います、はい、さあ、それではですね、いろいろとね、ちょっとお話をさせていただきたいんですけれども、最近よく聞くのは、どっかで聞いたんですけども、吉川選手、SE 連覇されて余裕ができたのか、ちょっとやそっとのことではわしは怒らない。誰が言うてるんですか。なんか島田もね、はい、もうデンと構えてるということなんですけど、やっぱり余裕っていうのは出てきました。いいえ、全くないです。前回の優勝戦を見ていただければ分かると思うんですけど。あ、そうか、余裕は全くない。はい、怒りがまだあります。なるほど、はい、まだ怒りが残ってるそうです。その怒りを次のオーシャンカップにぶつけてくださいね。そこでリベンジというか、はいはい、しっかり発散したいと思います。分かりました、はい、オーシャンカップ期待してくださいね。当然やっぱり、オーシャンカップ、活躍の源になるのは西村の吉川現行仕上げですよね。何の仕上げですか。いや、やっぱ出てるっていう時の吉川選手のその話の状態、改めてお聞きしますけど、どうですかね。まあオールスターでもそうでしたしね、しっかり直線型に仕上がれば、はい、いいレースが出ると思ってます。なるほどね、はい、分かりました、よく覚えてます。直線が仕上がってもいいレースが出ます。最近先輩でこれ面白いなというような出来事ありましたかということで聞いたんですけれども、
こすりどこの町をやったかどこの G1 やったか忘れたけれども、展示ピットかなんかでボートに乗るときに、ボート上停時にはまりかけたここまではまりました。え、要するにボートに乗ろうと思ったときにボートに乗ろうと思ったら、はい、ボートじゃなくてそこは水面だ水面ね、はい、でここまで使ってザバーンでよくあるんですか。よくあるんですか。よく見たことないです。そんな実際、え、吉川選手はデビュー以来そういうのがよくあるんですか。2回目ここまで行ったんでよかったんですか。あ、それパスどこやったんですか。どこやったんですかね。ちょっと覚えてないですけど冬やったんで、あ、寒かったのを覚えてます。なるほど。選手生活23年の中で2回目、はい、あのピットをよく見てたらそんな人いるかも。皆さん、そういうこともたまにあるんで、吉川選手もこのベテランでもハマるぐらいですからね、そういうところを見たときには、ぜひカメラに、ね、キャッチしていただきたいと思います。もうないですね。やっぱあるんじゃないですか、年行ってきたらね、ちょっとつまずいたりするのと一緒で、なるほど、あるもんがないっていう、ね、ボートがそこにあると思って、ないわけですから、もうよくあると思う。これからね、はい、気をつけてください。はい、命の母飲んでください。いや、まあ、大丈夫です、ね、大丈夫で、行きますか。いや、私とかね、今村選手あたりも色違うなと思いますけどね、差し入れで持っていこうかなと思います。命の母の話題ですね。はい、ぜひ選手紹介の時に、差し入れは、プレゼントは命の母、まだいらない僕はいらないです。まだいらないです。さあ、ということでですね、時間もそろそろ来てますけれども、このままでいきますとレースの話になりますけれどもね、グランプリセカンドステージの1号艇が濃厚な状況でございます。まあ、まだ半分なんでね、そこはしっかり気を引き締めていきたいと思ってます。はい、12年ぶりのグランプリ制覇を勝っていますけれども、はい、あれ福岡で勝ってあれから12年ね、早いですね。あっという間ですね、はい、その12年かかってその12年かかってですよ、かかったのにパンパンと2つ取れるってこれ何なんですか。何なんでしょう。僕は別に今年、ね、やり始めたこともないですし、はい、だから変わったことはないんですけども、はい、まあやっと実力がそこまで来たのかなということしか言えないですね、うん、はい、ただその実力っていうのもいろいろあると思います。ターンワークであるとかあるいはプロから整備、ね、調整力とか、はい、まあボートは体力も大事ですけど、一番大事なのはメンタルと言われてるんですけど、まあ、そこがやっと追いついたのかなとは思います、この年で。なるほどね。はい、ちょっとやそっとのことでは、ここからカリカリけえへん。そこがやっぱり重要なんですね。まあ、そうですね。怒らへんかったから勝てたわけじゃないですけども、まあ、なんでしょうかね。ほんの20分では分かんないですけどね。まあ、徐々に成長してきたのかなと思います。わかりました。はい。それではですね、まあ、グランプリ、まだまだ先の話でございますけどね、当面はですね、オーシャンカップでございますね。常滑、まず常滑の水面の印象どうですか。あんまりね、走る機会、1年に1回走ればいい方なんですけども、はい、まあ、好きな水面の一つです。そうです。はい。はい、ぜひですね、普通以上の、波以上のモーター引いて、はい、頑張っていただきたいと思います。はい。はい、最後に一言、ファンの皆様。大勢集まっていただきました。ご挨拶お願いできますか。はい、本当に今日はたくさん集まっていただきましてありがとうございます。まあ、今のところね、すごい調子はいいんですけども、このまましっかり年末まで維持して、まあ、グランプリ制覇というのを目指して頑張りたいと思います。オーシャンカップもぜひ、本庁の方に遊びに行っていただいて、生のレースを見ていただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日のスペシャルゲスト、吉川元宏先生でございました。拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。